注意、この動画には以下の成分が含まれています。それでもいいよって方はゆっくりしていってね。はい、どうも皆さん、メイリンです。昨夜です。さて、今回解説する機体はエイジに登場するモビルスーツの中でもかなり特徴的ですよ。特徴的、あ、思いつきましたかね。それでは今回解説するモビルスーツはこれです。グルドリン。米軍が戦争後期に S&S シンプリフィケーションストリームライニング単純化と合理化構想のもとに新たに開発した機体。波が雫型のボディに腕を装着しただけという、およそモビルスーツとは思えない姿をした機体です。やっぱりこいつか。今までは資材や人材に乏しい状況ながら、高性能かつ複雑な機構を持ち出したような機種を運用することが常態化していましたが、S&S の機体はそれらと真逆と言える存在でした。単純にしすぎでしょ、モビルスーツっていうよりモビルアーマーじゃない？モビルスーツにおける部品構成の単純化を極限まで進め、組み立てや保守作業の効率化も追求する。この構想自体は長い大量生産品の歴史から見ればキーな発想ではないですが、米軍にとってはかなり革新的な試みでした。連邦軍のモビルスーツの設計思想に近づいたのかしらね。当初は旧来の開発体系に関わる一部の技術者たちの反発もありましたが、長期間にわたる戦争による資源枯渇や生産体制の縮小、さらにイゼルカントが指揮する中央研究開発指導部の強力な後押しもあり、この S&S は米軍の次世代機開発の中核思想の一つとなりました。今まで米軍のモビルスーツ開発事情とか知らなかったから、こういう裏話みたいなの面白いわね。S&S の集大成として名前を挙げられるのがこのグルドリンです。特殊な壺状の胴体が特徴で、従来機と異なり頭部や下半身は存在せず、後部に大水力の推進機が存在します。スピードはありそうだけど旋回性能が低そうね。2本の長い腕は目的に合わせて各種アタッチメントに換装可能で、走行にはタイビームコーティングが施されています。他の装備をつけてるところが想像できないわね。標準装備は先端のドリル状デバイスから展開されるビームスクレーパーのみです。このドリルかなり強かったような。2本腕に武装は装備されていないですが、腕のみでモビルスーツを破壊するパワーを持ちます。また、独特の胴体形状ながら下部にはランディングギアが収納されており、凹凸のある軌道に離着陸可能です。この見た目でランディングギアついてるのね。米軍上層部は地球連邦軍による火星侵攻を想定し、急に動員された測定栽培の新人パイロットであっても有効な突撃を行える性能を要求。そのため設計段階のグルドリンは、安定した動きと操作バランスの良さが最優先されるだけの数合わせの決戦兵器となるはずでした。運用の仕方が特攻兵器みたいな扱いなんだけど、いいのこれ。ところが、若手の技術者のアイデアが大胆に採用された結果、製造過程の単純化や運用の合理化を重ねながら、蘇生乱造とは程遠い極めて強力な性能を有する量産機となりました。若い技術者、頑張ったのね。癖のない操縦性と強力な加速性能が両立しており、攻撃を軽減する独特なフォルムやタイビームコーティングなどによる防御力の高さも目を見張るものがあり、ベテランパイロットが絶賛するほどの機体として完成しています。見た目からは想像できない高性能機なのね。完成した機体の性能は高かったですが、この時点では未完成であり、安定した操縦性と引き換えに旋回能力は低く、武装もビームスクレーパーのみであったため動きが直線的になってしまう弱点が顕著となっていました。まあ連射できないならその間は完全に無防備だしね。これを克服するべくすぐに回収計画が立てられ、ゴールデングルドリンパーフェクトが完成しています。なにそれは？主な活躍、初出作品、パイロットはゴドムタイナム。ファントム3の一人ね。ラブラミス攻防戦にて自身の搭乗機が調整中で使えなかったため、惚れ込んで持ち込んでいた調整段階のグルドリンに独断で乗り、出撃しました。惚れ込んだら仕方ないわね。その戦闘で連邦軍のモビルスーツを多数葬り、ガンダム AGFX とも交戦。当初は圧倒していましたが、機体特性を見抜いたセリックアビスのクランチカスタムによって翻弄され、最後は至近距離からドッツライフルを打ち込まれて撃墜されました。結局他の二人の仇は取れずじまいか。小説版、アニメ版と同じく、蒸気が使えないことを理由にゴドムが登場し、出撃しました。ただしアニメ版と異なり、彼は機体に脱出装置がないことも承知した上で自らを亡霊と称して乗り込んでいます。まあこんな形状してたら脱出装置はついてないでしょうね。また、セリックアビスも機体形状から本機に脱出装置がないことを看破していました。そもそもこれどこから乗り込んでるのかしらね。なおこちらではエグザ DB のテクノロジーをコピーしようとして失敗した機体となっています。設定がまるっきり違うのね。装備機能、タイビームコーティング、胴体部に施されているタイビームコーティング、ドッツライフルの直撃にも数発なら耐える性能を持ちます。小回りが効かないからコーティングしてもあんま意味ないんじゃないかって思うのよ。ビームスクレーパー、先端のドリル状デバイスから発生するビーム兵器、本機唯一の武装で、突撃時にドリル状のビームを展開します。これずっと展開すれば無敵じゃない？このビームは発射することも可能であり、短中距離いずれの戦闘でも威力を発揮します。また展開中は鉄器のビームを弾く効果も持ちます。威力こそ一撃で複数機を撃破するほどですが、その反面連射性は低いです。エネルギーとかバカ食いしそうね。2本腕アタッチメント。両側面に装備されている強大な腕。マニピュレーターは他の米軍機と同じですが、ビームバルカンは機能していないのか使用していません。そもそもとしてダミーなんじゃない？パワーが重視されており、直接モビルスーツを引きちぎることすら可能です。消え。関連機体、グルドリン L。
PSP 版エイジにのみ登場するグルドリンのカスタム機活色違い。ヘザーグルドリン。PSP 版エイジにのみ登場するグルドリンの上位機種活色違い。信号機？ゴールデングルドリンパーフェクト。回収計画によって生み出されたグルドリンの完成機。立体物はありません。フルスクラッチとかで作ってる人はいそうね。次に解説するモビルスーツはこれです。ゴールデングルドリンパーフェクト。レーガンが開発した戦闘用モビルスーツで、通称は GGP。ラグラミス攻防戦で投入されたグルドリンの回収計画によって完成された最終形態であり、新たに施されたタイビームコーティングによりカラーリングが金色に変わっています。金色が眩しいわね。機体の両側面にはワングに代わってウィングアタッチメントが取り付けられ、中心の位置を変えることで原型機の欠点の一つであった旋回能力の低さを解消しています。中心変えるだけでそこまで旋回しやすくなるのかしらね。なお、このアタッチメントは回収前と同様に乾燥が可能です。あ、乾燥はできるのね。ラグラミス攻防戦から終戦までに約30機が生産されていますが、実戦投入はほとんどされませんでした。ちゃんと量産はされてるのね。戦後にはそのうちの数機が火星の大気圏の気象監視パトロールや民間の土木工事等の作業用として運用されており、優れた性能とアタッチメント切り替えなどによる柔軟な運用方法が実戦でも有効だったことが、間接的ながらも証明されています。火星ではこれが飛んでるのか。主な活躍、機動戦士ガンダムエイジエブザログ、出典元、第8回でグスタッフ・ヘブルンドの著書ベイガンの技術思想とデザインからの抜粋という形式で紹介されています。まあベイガンのモビルスーツはどれもこれも変わったデザインしてるわよね。ガンダムビルドダイバーズ、プロローグに銀色の機体が登場。シルバーグルドリンパーフェクト、装備機能、タイビームコーティング、機体全体に施されています。今期のものには新技術が採用されており、今時期の特殊塗料を副装としてビーム耐性を高めています。推進機までコーティングしてるのね。乾燥、アタッチメントを乾燥可能、ランディングギア、通常時は本体に収容されている降着システム、本機の足の部分に当たります。これにより整備されていない凹凸のある地表でも離着陸が可能。足はどこに？ビームスクレーパー。機体の先端にある円錐状のパーツから発生させるドリル状のビーム。これを展開しての突貫攻撃のほか、ビームを打ち出すことも可能です。これ他の機体に搭載できたら強そうよね。多方向ミサイル発射システム。ウィングアタッチメントに内蔵された武装。これにより近接戦闘でも敵を捕捉し攻撃することが可能となりました。この機体バルカンとかもついてないしね。関連機体、グルドリン、未完成機、立体物はありません。今回の解説はこれで終わりですが、どうでしたか、昨夜さん。見た目のインパクトが強いけど設計は案外しっかりしてるって感じかしら。今回の解説はこれで終わりですが、もしよかったらチャンネル登録や高評価、ベルマークの通知もしてくれると嬉しいです。ツイッターもやってるからそっちもよろしくね。あとコメントとかで解説の感想、こんな機体を解説してほしいとかあったら教えてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。